おだつこちこんばんぽーてーとしろぶてーとぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、モメンタムドリブルの上昇値判明させるぞやっていきたいなと思います。ということで、まあロナウジーニョ来ちゃってますけども、このロナウジーニョについてね、今日はね、このモメンタムの上昇値調べようの回という感じでやっていきたいなと、範囲とかも含めてね、全部細かくやっていきたいなと思うんですけども、結果次第ですね、昨日の育成もしかしたら若干変わるかもしれません。もしそうなっちゃったらごめんなさい。ということでやっていきましょう。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させてやっていきます。1秒間60個までペナルティエリア内のね、ドリブルのスピードを測っていきたいなと思います。で、モメンタム発動状態の記録に、まあ、どの程度ね、数値を上げていけば到達することができるのか、そんな観点で見ていきたいなと思います。で、使っていく選手はもちろんこの男ということで、ロナウジーニョですね。で、まあ、モメンタム発動時は初期値でね、測定をしてやっていきたいなと思います。で、初心者の方とかね、よくわかんない方のためにやっていくと、モメンタムドリブルはですね、このアタッキングサード、ピンク色のところですね、ここでドリブルをすると、能力上がりますよというの、あのものになっていきます。なので、今回、モメンタム発動してない状態をまず測った後にですね、モメンタムの発動状態を測り、で、その後ですね、能力を上げていった時に、どの段階でモメンタムドリブルと同じような数値になるのかと、その一致したところがモメンタム上昇時だろうというところでやっていきたいなと思います。まずはモメンタムなしの状態ですね。プラスマイナス0を初期値の状態でやっていきます。まあ、大体ね、これブレがやっぱ少なくて、本当ありがたいんですけども、まあ、5秒の7コマ、8コマとか、そんぐらい8コマぐらいだったかな。なりましたと。ということで、まあ、大体約5秒7コマ8コマぐらいになってましたよというところになってきます。じゃあこれがですね、じゃあモメンタムのところ、モメンタム発動するとどうなるのか見ていきましょう。まあ、これもね、数値は変わってません。走る場所を変えてるだけですね。はい、ということで大体5秒くらいかな。はい、見ていただきました。また5秒0コマとかでしたかね。はい、なので大体7コマから8コマぐらいは速くなってるっていう形になりましたね。はい、だいぶ速くなってるけどね、これ数値的に見るとね、かなり速くなってるんですけども、じゃあこれがですね、まあモメンタムの能力は分かったところでですね、じゃあこれがどこで一致するのか、一致していくのか見ていきましょう。今までの経験からですね、まずはプラス5ぐらいは硬いだろうということで、プラス5から見ていきたいなと思います。はい、5秒2コマとかそんぐらいかな。はい、見ていただきました。だいたい5秒2コマということで、まあだいたい6コマぐらい速くなってんのかな。まだ足りないようなので、もうちょっと次見ていきましょう。プラス6の状態ですね。まあ、前回はね、6、7ぐらいかななんて話をしてたんですけども、はい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 、うん、ということで、まあ、多分大体この辺でしょうね。うん、まあ、ちょっともう少しね、先も見ていきたいなと思います。今度はプラス7ですね。一応モメンタムの時、最高速度4秒59コマっていうのがあったので、まあそのぐらいも出てくれないかなって気もしてるんですけども、あー、なるほどね。はい、見ていただきました。ということで、まあ最高速はこっちの方が上回ったような形になりましたかね。ちょっと確信を持つためにですね、もう少し先まで一気に見ていきたいなと思います。まずはプラス8、はいはいはい、これプラス9、まあこれぐらいで4秒57コマとか6コマとかいけば、まあまあ、はいはいはい、プラス10、一応念のため最後ですね、プラス10見ていきたいなと思います。はいはい、ということでモメンタムの上昇値は6から7ということになるでしょう。いやー、これ改めてさ、やばくね、プラス6、7ってめちゃめちゃやばい。どんなブースタイルもあるしね。これはやばいなと思うんですけども。一応昨日出した育成で95まで上げてるような形にはなってはいるんですけど、
まあね、個人的にはですけども、ビルドアップ時にね、ハーフラインぐらいでも触ったりするし、あとね、ロナウジーニョって身長がね、ちょっと180超えちゃってるんで、95ぐらいあった方が安心できるなっていうのは個人的には思ってます。もうちょっと身長低かったらね、数値低くてもいいかなみたいな気はしてるんですけど、なので個人的にはやっぱ95ぐらいなのかなと思うんですけど、93とか94とかぐらいまで下げて、他にパスとかスピードとかに振る、これもね全然ありだと思います。はい、まあその辺はですね、ちょっと使いながらですね、もうちょっとこうしたいなとかがあれば変えていくような形でいいかなとは思いますね。まあそんなこと言ってるですね、じゃあモメンタムどっから発動するんだっていうのもちょっと気になりません？気になりますよね。ということでね、アタッキングサードって敵陣の方の3分の1なんで、芝生の島ってこの一応イーフト城の中では18島あるんで、6島分がアタッキングサードに当たるはずなんですけど、まあちょっとそれ確かめてみましたよ。このペナルティエリアのラインをちょっと延長してですね、ちょっと測定してみました。計算が正しければですね、ここでも5秒0コマとかが出るはずであろうというところですね。はい、というところで5秒1コマ、まあ若干ずれあったけど、でもまあまあ出てるということが分かりましたね。で、ということはこの計算が正しければですね、1個隣のこの芝生のところで5秒7コマ出るであろうというところで、ちょっと見ていきます。はい、ということで計算通りですね計算通りで5秒7コマということはですね、ここではモメンタム発動してませんよということが言えますね。ハーフレインから4島目以降ですねはモメンタム発動しているという形になっていきますよということが分かりました。ということで今日は結論です。モメンタムドリブルの上昇値は6から7とします。はい、ということでいろいろ見ていただきましたけども、やっぱね6から7上がんのは強い普通に強いわ。でまあ測定していた感じ、5でもないし、8でもないっていうのは明らかかなとは思ったので、まあ6、7、まあ単純に育成の時は6とかで考えておけばまあ問題ないかなとは思います。で、あと今までの一応経験上の話をすると、スキルは99以上にはならないですね。スキルは99以上にはならないですね。なので、ブースターはね、その後つくイメージを考えていただければいいので、なのでゲームプラン上の数値で言うと95ですかね。監督補正とか込みで95の状態になっていればですね、101になるよという形になりますので、そのあたりはですねお気をつけください。これ以上になっちゃうとモメンタムの上昇値はもったいなくなっちゃうので、そこだけはね注意していただけると良いかなと思います。まあまたどうだろうな、この辺またやるかな。スパサブとか、あとはビニシウスとか使って99だったら数値上がるのかとかね、この辺またやってもいいかもしんないですかね。はい、まあでも今までの経験からいくと多分変わらないと思いますけどね。そんな形かなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、よかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきますけども、やっぱモメンタム強えな、こう見るとな。まああと皆さんこれどう取るかですかね。個人的にはやっぱりね、ハーフラインぐらいからね、ビルドアップの時ねロナウジーニョに渡しちゃうんだよな、ウイングで使っててもっていうことがちょっと多いなと思ったんですよね、最近ね。勝手な個人的な感想なんですけど、そう考えるとこの3島分をねちょっと心もとない気もするんで、ボールキープとかも含めてね95ぐらいにしておいた方が無難な気すんだよなっていう感じはしてますね。101が101にしたいっていうよりは、モメンタム発動してなくても95ぐらい欲しいみたいな、ちょっとイメージでその辺にしてるかなってとこですね。まあちょっと使用を使ってみた感じで、あ全然余裕だなってなれば、まあもうちょっと下げるかもしれないですね。はい、そのところかなと思います。皆さんはどれぐらいにしてますかね。ちょっとぜひコメントで教えていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、どうかよかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日はですね、モメンタムドリブルについてやってきました。まあこのあたりはね、またねちょっと前作でもやってるようなことはね、まず一通りはちょっと若干やんなきゃいけないと思うので、そこやっていきたいなと思います。はい、ということでですね、またいろいろやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。